皆さんもきげんよう。こんにちはなのだ。オーサンダー戦闘記録の89回目になりますわ。今日もエレガントに参りますわよ。誰なのだ。メタンはそんな喋り方しないのだ。何をおっしゃってますの。公式設定ではデスワ区長なんですのよ。設定とか言っちゃいけないのだ。ごめんだけどちょっと拒絶反応が出そうなのだ。もう頑張ったんですけどダメですか。まあ正直私も喋りづらかったですし、戻してあげましょうか。無理して慣れないことするもんじゃないのだ。いつものメタンが一番だよ。何恥ずかしいこと言ってるの。そんなこと言われても私は全然嬉しくないんですけど。まさにデフレって感じなのだ。あ、ほら、いろいろ紹介するから聞いててください。マップはヒルトゲンの森の東側スタート。3拠点制の戦闘で BR は 7.3 から 8.3 のトップ戦場です。今回は拠点には向かわず、北まで走り抜けて側面からペチペチ攻撃していきたいと思います。軽車両でこのマップに当たった時は結構北に行くよね。この車両の場合正面から殴り合うのは不向きなので正しい判断だと思います。もたもたしてたら危ないから急ぐのだ。次は乗っていく車両の紹介です。今回の車両はこちら、フランスのランク6 BR8.3 軽戦車 AMX13 ホットです。この戦車はすでに旧式化していた 75mm 砲の装甲貫通力を補うためにホットを搭載した AMX13 の派生型の一つになります。といっても試作車両が製作されていた頃には新型戦車の開発が進んでいたため計画は破棄されてしまったんですね。試作車両が1両しかないのでこれ以上の話はないのですが、でもどうですか、見た目がとても可愛いですよね。私と同じ巻紙みたいですし親近感を覚えてしまいます。ああ、それでさっき口調がおかしかったんだね。フランスのお嬢様みたいな感じだったので口調だけでも合わせようと思ったんですけど、なかなか私には難しかったようです。続いてゲーム内スペックの紹介です。主砲は 75mm 砲を搭載、使用できる砲弾は ATBC、ATCBC、榴弾の3種類。装填時間は自動装填装置により5秒固定。後頭後部に6発入りのシリンダーが2つあって12発を5秒間隔で打ち出すことが可能ですが、打ち切ってはいけません。打ち切ると長い砲弾移動が入るのでこまめに給弾しましょう。で、使用するのは ATCBC 一択だと思いますが、 8.3 で0度の最大貫徹力が 202mm、 30度で 153mm の削薬なし砲弾なんですよね。これは 6.7 にいる AMX13 でも同じ砲弾を使っているんですが、 6.7 で使ってる砲弾で最大 9.3 まで相手にしなきゃいけないってことなんです。そんなの正面からじゃ絶対無理です。戦えません。せいぜい敵車両の方針や離体を壊すことができるくらいです。なのでこの車両の最大の強みとなるホットが重要になってきます。このミサイルは0度の最大貫徹力が 700mm、 30度で 606mm と優秀です。しかしこの辺りの BR 隊は爆発反応装甲持ちがいるので、射撃するときはしっかり敵戦車を観察しましょう。あと注意点なんですが、砲塔側面のランチャーが少し上向きについているため近距離の車両に当てるのが困難です。どうしても当てたい場合は方針を下げて気合で当ててください。頑張れば映像のように無理やり当てれます。次は防御性について。これはまあ言わなくても分かりますよねって感じです。走行で耐えるのではなく機動性でなんとか避けてください。最後に機動性。先ほど機動性で避けてくださいとは言いましたが、ホットを乗せている分重くなっているのでちょっと動きがもっさりします。もともとが低馬力なのでしょうがないですね。そんな感じで紹介は以上です。初動は北側に敵来なかったから指定してた場所まで来れたね。今回は悪天候を引いてしまったので盛り上がかかっていて遠くがよく見えないです。悪天候はいらないのだ。野戦よりたちが悪い。野戦をどうにかしてくれたと思ったら余計なものも追加してくれました。それでね、敵がどこにいるかわかんないのだ。せっかくいい場所確保できたんですからしっかり頼みますよ。そうは言ってもな、ほぼ神頼りなのだ。多分敵なのだ。スポット完了、僕も狙うのだ。ナイスです。 M4 のクレー 2C 撃破ですね。自分でもどこ狙ってたか全く分かんなかったのだ。こちらから見えないってことは向こうからも見えてないってことです。そうなんだろうけどさ。撃てそうな敵さんを探していたら数分が経ちました。走ってる敵はちらほらいるんだけど狙える感じではないんだよ。まだ戦闘も序盤なので焦らず行きましょう。こっちに押し抜けてる敵発見だね。火はあるし、もやかかってるし、でもうなんだかわかんないですね。大丈夫大丈夫、なんとか見えてる。まあでも後ろからだからあんまり広がっていかない感じするかな。後頭に当てることができればワンチャンありそうですが、どうでしょう。
どうもこうもないのだ。ムカつくくらい変な場所に当たるのだ。撃ちすぎてミサイルが残り一発になってしまいました。もう普通に撃って倒すことにするのだ。果たして抜けるんでしょうか。知らないのだ。戦車のお尻は柔らかいって相場が決まってるのだ。いやまあ知ってはいますが、いっぱい撃てば下は倒せるのだ。何なのだ、めっちゃ撃たれてるのだ。何なんでしょうか、姿が全く見えません。運よく彼はしなかったけど、音的には20ミリだったのだ。そして悲しいことに巻き紙が壊れてしまいました。巻き紙がなかったら砲塔がやられてたのだ。必要な犠牲なのだ。後で直してあげましょう。とりあえず見えない敵と戦うのはきついからスモーク巻いて下がろうと思うのだ。下がったんですが、まだ狙われ続けています。やっと敵車両が何なのか確認できたのだ。イーゼル 1A4 でしたね。あの小ささは厄介です。あいつをどうにかしないときっと粘着されるのだ。それにこのまま守りに入ったら僕たちは確実に負けるのだ。どうせ撃破されるならやれることはやるのだ。敵車両は稜線裏なので正面から突っ込むのではなく側面を回り込む形で攻めてみましょうか。僕たちの横移動で相手の狙いが触れてくれたら嬉しいな。まあ単発砲ではないので効果があるかは謎ですね。そういうことは言っちゃダメ。気持ちが大事なのだ。でもありがたいことにオラオラ系の敵さんじゃなくて助かりました。結構慎重に動いてる印象だったので逆にチャンスができたって感じです。よしよし、やっと始末できたのだ。敵さんの狙いどころの問題かもしれませんが、20ミリに耐えてたのが驚きです。砲塔ばっかりになってたのか。巻き紙が完全に壊れてる。航空機にも狙われ始めたので少しおとなしくしてましょうか。了解なのだ。私はいませんよアピールをしていたら敵さんが近づいてくる音が聞こえてきました。僕たちは僕にずっと映ってただろうから探しに来たんだね。気づかれてなければいいのですが。一直線にこっちには来てるけど大丈夫じゃない。マップの最終地点を見に来たって動きなのだ。これは完全に見失ってますね。オッケー、ドイツブル撃破なのだ。撃てる敵さんが見つからず戦闘も終盤になってしまいました。リスポーンはしてくるんだけど、すぐ南側に行っちゃうんだよね。北側に回ってくる必要ないのでしょうがなくはあります。最初はたくさん見えて調子良かったのにシースボミなのだ。うむ、やっと撃てるやつ見つけた。すごくぺったんこな車両ですね。ミサイルは当てる自信ないから普通に撃つのだ。ナイス撃破です。カノパンでした。デキリスの監視中だよ。ふふ、見つけちゃったのだ。あの、ズンダモン最後のミサイル使うね。敵さん、すごいこっち見てる気が。何なのだ、ジョッキー。その後は、出撃しないでぼーっとしてたら戦闘終了。お疲れ様でした。お疲れなのだ。それでは戦闘結果です。非撃破数1、アシスト3、撃破数5、スコア1800でチーム内順位は5位でした。ミサイルが搭載されたことである程度いけますが、75ミリの威力が低すぎてちょっと戦いにくいですね。貫徹力は低いけど正面から戦わなければいいだけの話だし、しょうがないかなとは思うのだ。だけど強みのミサイルはマチマックとかじゃ使えないし、場所選んじゃうよね。ミサイルが使えなかったらただの 6.7 ですからね。装填5秒でどうしろと。皆さんもフランスの巻神さんを使ってあげてくださいね。あまり戦場で見ないので私的にはちょっと悲しいです。あんまり見かけないってことはね。失礼ですね、弱くはないです。僕は何も言ってないのだ。ではでは、ご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。バイバイなのだ。